オタフの秘密基地動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃは、これが、プラネットスチールエクスプレスオーキュラーマックスリミックスジャガーです。<laughs> というわけで、早速開けていきましょう。これね、ありそうでなかったアイテムなんですよ。うん、中が発泡スチロールになってますね。そしてこれを開けると、じゃん商品が入っています。 これ、カセットテープなんですよね。あの、実物大の大きさだと思います。あのー、今ね、ここにカセットテープないんですけども、戦え、超ロボット生命体、トランスフォーマーに登場した、あの、カセットロンですね。うん、ジャガーっぽい人。人 <laughs> 獣 <laughs> というわけで、これ開くんのかなおおこのケースいいよね。うん。そしてこれが本体か。お、重いパッと触った感じ、ここダイキャストですね。 本体はこんな感じ。ここは、うん、ただのメッキか。ダイキャストではありません。そして、そして、うん、これ。歌 <laughs> 詞カードみたいになってますね。あー、ここに変形方法が書いてあります。じゃん。マスターピースのサウンドウェーブ。ジョーゴー。マスターピースとか、あの、昔発売されたね、カセットの,の大きさってこんな感じです。ちょっとこれのケースに入れちゃおう。こんな感じです。 でかっ <laughs> ちょっといろいろ比較してみましょうフレンジーえっ、ー、とこれがコンドルランボールにバズソー大きさ大体こんな感じですさあというわけで変形させてみましょう変形 <laughs> うんこれのオタファーテクニカルレベルはそうですね4かなまずはここが頭部ここを反転して展開させますこれ口も開閉します おお。次はこここのパネルが、このように、下に折ります。ここにピンがあるんですよね。こっちも、ゆっくりやりましょう。こう下ろして、反対側にもあります。こさあ、次はここあの、ロックがあって、これを解除します。で気をつけてほしいのが、これ、下に下ろさずに、ちょっとこう横にずらすんですよね。ちょっとゆっくりやりましょう。ここ。横にずらします。 これね見えるかなこういうやつなんですよねだからこう下に下ろさないように気をつけてくださいうんこういう風に外します次はここに尻尾がありますさあ次は前足から胴体にかけてここが半分に折れて体になりますまずはこの頭部をちょっと引っ張りますゆっくりやりましょう引っ張るとこういう風になりますでここの軸が伸びるんですよね うん、ちょっとゆっくりやりましょう。これは折れるわけです。折れる。ね。これも折れる。で、この時、このブロック。このブロックが、こういう風になっていて、これね、こっち側にちょっとこう曲げるんですよね。こっちも同様です。こう。そうすると、ご覧ください。<laughs> ボディになります。そして、ここを引っ込める。さあ次。これメキパーツのここにヒンジがありますよね。 稼働させます。反対側も同様。で、これ裏側にもあるんですよね。これを展開すると、あの、ジャガーの足の横にあるあのミサイルになるんですよ。そ、そしたら、ちょっとゆっくりやりましょう。このミサイルのパーツ、これを稼働させて、で、これをこっちに向けると、ご覧ください。このパーツが、こっちにも稼働するようになります。で、こうです。面白いですよね。反対側も同様です。ちょっとゆっくりやりましょう。 こうジャガーのボディ。これに対して、こう、上に稼働させて、後ろ足を、こっち側。ここに倒すと、ご覧ください。このボールジョイントが出現します。そしたら、こう。うん。こういう風になります。次はお腹。このシルバーの部分が、ヒンジになっているんですよね。これ、引っ張ります。ちょっとゆっくりやりましょう。ご覧ください。ボディがちょっと伸びるんですよね。さあ、そしたら、折りたたまれていた、 後ろ足。反対側も同様です。伸ばして、そして前足。ここをよくご覧ください。ここがこのように稼働します。こうです、うん。ちょっと横に出ましたよね。この工程をやってから前足を展開。ここを展開して、うん。これクがありましたね。こう。おぉ。そ反対も同様です。こうですね。 おぉ完成ですおぉかっこいいそして、でかっうん、どのくらいでかいかというと、うん、こう手に持てる。<laughs> あのね、大体の大きさで言うと、こうデラックスクラスぐらいのボリュームがあります。うわ、この顔。この前足、後ろ足がダイキャスト製です。なので、こう、ずしっと重いです。 こんな風にね。<laughs> あの、サウンドウェーブを横に置けば雰囲気バッチリです。もう全然違います。ちょっとこれも変形させましょう。トランスフォーム <laughs> どちらもカセットからこのようにジャガーに変形します。うーん。大きさ全然違います。うん、和む。<laughs> さあ次はみんな大好き。サウンドウェーブと比較してみましょう。まずはこれがマスターピースのジャガー。 どうやってこんなもん。で、今回の <laughs> リミックスジャガーがこれですね。でかい <laughs>。このマスターピースサウンドウェーブもいいおもちゃですよね。今度時間がある時に、あの、ゆっくり変形させてみようかな。というわけで今回のオーキュラーマックスリミックスジャガーのレビューいかがだったでしょうかあの、原寸大の大きさのカセットテープが、こうね、ジャガーっぽいあの獣に変形するっていうのが、あの、ありそうでなかったですよね。 あの、初めて見ました。うん。あの、実際手にしたところ、ダイキャストを使用していて、こう、ずっしりと重く、まあ、変形もそんなに難しくないし、まあ、こうやってね、なんかこう、飾っとくだけですごく雰囲気がいいなと思いました。この大きさのフレンジーとかね、ランボルが欲しいなと思いました。これはシリーズ化されていくんでしょうかね。あの、今後が楽しみです。気になった方、ぜひゲットしてみてください。このおもちゃはここで買います。海外のサイト、プラネットスチールエクスプレス。 商品ページを開くと価格が書いてあります。日本円で5775円。ここにプラス送料がかかります。そうだな。これ単品だったらそんなにかかんないと思うんだけど、まあ、若干割高だと思います。2000円から3000円ぐらいかな。発売時期はホームページによると2月の25日あります。まあ、この日程に関しては目安ですね。早まったりもするし、あとは遅くなったりもします。今回の動画面白かったなぁ。楽しかった参考になったという方 チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。おぉ、でかいね、とか。あ、結構変形よくできてるね、とか。あ、オタファ、あの、今度サウンドウェーブのじっくり変形するとこを見せてよ、とか。どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。